ルイス・バーウェル・チェスティ・プラーは、アメリカの軍人。長年にわたり、アメリカ海兵隊の将校として勤務し、数多くの勲章等を受賞した。最終階級は中将。1898年、バージニア州ウェストポイントにて、父マシューと母、マーサのもとに生を受ける。父は、食品雑貨店を営んでいたが、ルイスが10歳になる頃に死去している。プラーは年老いた。 南北戦争福音兵らの話を聞きながら育ち、とりわけ南軍のトーマス・ストーンウォール、ジャクソン将軍の逸話に心を惹かれていたという。1916年には、米北国境戦争で戦うために陸軍に、志願しようとしたものの、若すぎる上に保護者たる母親の許可もなかったので、認められなかった。翌年、バージニア州立軍事学校に入校する。 しかし1918年8月に第1次世界大戦が勃発すると中退し、この折に銃のあるところに行かねば、と言い残したという。彼はベローウッドの戦いにおける第5海兵連隊の活躍に触発され海兵隊を志願基礎訓練のためにサウスカロライナ州のパリースアイランド志願兵訓練所に送られた。結局、 第一次世界大戦中に実戦を経験することはなかったが、海兵隊の拡大が進められる中で、プラーは訓練を終えた直後から歌士官学校、さらに士官候補生学校へ進むことになる。1919年6月16日には、士官候補生学校を卒業し、予備役将尉の階級を得るが、終戦に伴う軍縮により、海兵隊は、 総員7万3000名から将校1100名化し、官兵2万7400名まで規模を縮小することとなり、プラーも10日後には、非活性に指定され、階級は五町に改められた。ルイス・プラー商尉、ウィリアム・アイアンマン、リー・グンソー、ニカラグア・ヘーラ。1931年撮影その後、プラー五町は、米国占領下の配置に派遣され、 ハイチ憲兵隊に注意として出向した。以後の5年間、彼は、反政府組織、過去の鎮圧に40回以上参加し、また将校への復帰を二度申請している。1922年、プラーは、アレクサンダー・バンデグリフト少佐の副官に任命される。米本土に戻った後の1924年3月6日、将位として将校に復帰する。バージニア州ノーフォークの海兵隊基地。 バージニア州クアンティコの基本十課学校、第10海兵砲兵連隊などに勤務した。1926年7月から、真珠湾の海兵隊基地に勤務。1928年には、カリフォルニア州サンティアゴに移る。プラーーイと、ニカラグア国家警備隊の将兵。1928年12月より、ニカラグア国家警備隊に出向。 1930年8月19日、治安作戦における先行から一つ目の海軍十字章を受章。1931年7月に米本土に戻り、ジョージア州、コートベニングにて集退勤務士官課程を終了。1932年9月20日から10月1日まで、再びニカラグア国家警備隊に勤務し、この最中に二つ目の海軍十字章を受章している。 ニカラグア勤務を終えた後、プラーは中華民国の北平にある米国公使館付文献隊に移り、在中華民国海兵隊の指揮官を務めた。その後、アジア艦隊の従順オーガスタに勤務し、1936年6月には米本土に戻って基本塾化学校の教官を務めた。1939年5月から従順王ガスタ付文献隊に戻って指揮官を、 務める。1940年5月には、上海で下船し、第4海兵連隊、第2大隊の副長に任命され、後には、同大隊の大隊長も務めた。1941年8月28日、プラー少佐は、米本土に呼び戻され、ノースカロライナ州、ニューリバー兵舎に駐屯する、第1海兵士団第7海兵連隊第1、大隊にて、大隊長を務めた。 チェスティプラー太平洋戦争が始まると、第7海兵連隊は新設の第3海兵旅団に中核部隊の一つとして配置され、1942年5月8日には守備隊としてサモアに派遣された。1942年9月4日、旅団の編成から離れた第7海兵連隊は、ガダルカナル島に展開していた第1海兵手団の元に再配置された。 ガダルカナル島到着後間もなく、プラー率いる第一大隊は、またニカウガーの戦いとして知られる激戦に参加した。この戦いの最中、プラーの突嗟の起点により三つの中隊が壊滅を免れている。彼の中隊は、日本軍の大部隊によって、完全に包囲されていた。プラーは海岸に走り、沖にいる駆逐艦門船に合図を送って、支援砲撃を行わせ、 上陸用集停が部下の海兵隊員らを救助し終わるまでその場で指揮を取り続けた。この際、集停部隊の指揮官を務めていた沿岸警備隊員のダグラス・アルバート・マンロー上等信号主が海兵隊員らの登場した集点を守るために戦死しており、彼は史上唯一の名誉勲章受賞者たる沿岸警備隊員となった。プラーはこの選考により、 V デバイス付け同性賞を受賞している。その後、ヘンダーソン飛行場の戦いとして知られる戦いの中で、プラーは三つ目の海軍十字賞を受賞している。当時、飛行場の守備に当たっていた主要な不評部隊はプラー、率いる第1大隊と、米陸軍第164不評連隊第3大隊の2部隊であり、彼らは連隊規模の日本軍部隊による攻撃を受けていた。 戦闘は1942年10月24日深夜から25日にかけての3時間に行われ、両大隊からは70名の死傷者が出たものの、日本側は1400名以上の戦死者を出して撤退し、飛行場の防衛に成功した。プラーはこの戦いにより、名誉勲章授与の推薦を受けている。11月9日、負傷する。その後、プラーは、 第7海兵連隊の連隊長に就任した。この職にあった1943年12月26日から1944年2月1日までの間、彼はグロスターミサキへの上陸に参加して4つ目の海軍十字章を受章している。また同じ期間には、第3大隊や第5大隊の大隊長も務め、機関銃と迫撃砲による激しい攻撃を受けながらも、 厳重に要塞化された日本軍陣地の攻略に成功している。1944年2月1日、大佐に昇進するとともに第一海兵連隊の連隊長に就任。プラー率いる第一海兵連隊は1944年9月から10月にかけて行われたペリリューの戦いに参加し、この際に一つ目のレジオンオブメジット勲章を受賞している。また、この戦いで、 第一海兵連隊は約3000人の将兵のうち1748名が戦死した。1944年夏頃、プラーの弟で第四海兵連隊長を務めていたサミュエル・ディ・プラーがグアムにて敵狙撃手に狙撃され戦死する。1944年11月、米本土に戻り、キャンプレジューン基地の不評訓練連隊の副長となり、その2週間後には、 連隊長となっている。終戦後、プラは、ニューオーリンズの、第8予備役管区や新珠湾海兵大兵舎の、司令官を務めた。第2次世界大戦中に付けられた、チェスティという愛称は、もともと、胸の、広い、大きいといった意味だが、転じて、イバりや、うぬぼれやといった意味も持つ。本来、これは、彼が公然と示した豪胆かつ喧嘩好きな性格に、 大して言われた言葉だったのだが、彼の下で戦った海兵隊員の間では、バナナ戦争従軍時に、ナタであばら骨を叩き割られ、今や彼の胸には、大きな鉄製の胸郭が入っているからだという、誤った解釈が、まことしやかに語られていた。あるいは、戦場に出ては何度も大声で命令を叫んでいたため、胸筋が鍛えられたことによるとも解釈され、我が第一師団に、 無線は不要だ。チェスティが叫んだ命令は何マイル先にだって聞こえると語る者もいた。海兵隊創立記念日を祝い、軍刀でケーキを切る、プラー大佐二川上陸直後、最前線の視察を行うプラー大佐朝鮮、戦争勃発時、プラーは第一海兵連隊の連隊長に復帰した。彼は1950年9月15日の二川、 上陸作戦に参加し、銀星賞を受賞した。また9月15日から11月2日までの選考に、大使2つ目のレジオンオブメリット勲章を授与され、9月29日から12月5日までの選考に対して陸軍より、主君十字章が授与されている。また12月5日から10日までの長津子の戦いにおける選考から、4つ目の海軍十字章を受賞した。 この戦いの最中、彼は、我々は、ここしばらく敵を探し続けていた。そして、ようやく、奴らを見つけた。我々は包囲された。これで話が簡単になったという有名な言葉を、残している。1951年1月、プラーは巡将に昇進すると共に第一、海兵士団の士団長補に就任した。2月24日、戦死した第9軍団長のブライアントムーは、 陸軍少将の代行を命じられ、プラーの上官である、師団長オリバー・ P ・スミス少将が師団を離れる。スミスが第9軍団長代行を務めた3月の間、プラーは師団長を代行し、第1海兵師団の指揮を取った。1951年5月20日、任務を完了して、米本土に戻る。その後、 1952年1月には、カリフォルニア州キャンプペンドルトンにて、第3海兵士団長、2月からは、同士団長法を務めた。その後は、カリフォルニア州コロナドにて、太平洋訓練部隊の指揮を取った。1954年7月、ノースカロライナ州キャンプレジューンに駐屯する、第2海兵士団の士団長に就任。1955年2月、 キャンプレジューン基地副司令官に就任。この間に少々、中将と昇進を重ねている。その後、脳卒中に苦しむようになり、1955年11月1日に海兵隊を退役した。以後、1971年10月11日に死去するまでバージニア州に暮らした。自宅前にて妻と共に、プラーの息子。 ルイス・バーウェル・プラー・ジュニアも海兵隊員となり、後にベトナム戦争に参加した。ルイスは第一海兵連隊、第二大隊の一員として戦地へ派遣されていたが、地雷により両足と手の一部を失った。病院に駆けつけたプラー将軍は、変わり果てた息子の姿を見て泣き崩れたという。ウィリアム・デブニーは、プラーの義理の息子である。 デブニーもバージニア州立軍事学校を卒業後に海兵隊員となり、1968年1月21日から4月14日まで、第26海兵連隊第3大隊の小獣中,中隊長としてベトナムに派遣された。この職にある間、デブニーは、ケサン戦闘基地の防衛上極めて重要な前哨陣地である 881S コーチの守る。 ために77日間の牢場戦を戦った。ケサンの戦いの後、デブニーは海軍十字章に推薦されるものの推薦状がヘリコプターの墜落事故で失われたために授与は行われなかった。2005年4月15日、バージニア州立軍事学校にて、デブニーに対する海軍十字章の授与式典が改めて行われた。また、プラは陸軍の英雄としてその名を知られる。 ジョージ・パットン将軍の遠いとこにあたる。プラーは、アメリカ軍人として受賞し得る勲章のうち、二番目に、高級なものを六度受賞している。すなわち、五つの海軍十字章と、一つの陸軍主勲十字章である。アメリカ軍の歴史において、海軍十字章を五度受賞した将校は、元潜水艦隊司令のロイダ・ベンポート提督と、プラーの二人のみである。プラーは、 アメリカ軍人として以下の勲章等を受賞した。チェスティプラーの存在は、現在でもアメリカ海兵隊における一種の伝説として様々な形で語り継がれている。その中には、史実だけではなく、いくらか誇張されたものも含まれる。海兵隊員のブートキャンプにおいて、1日の終わりの挨拶には、軍内、チェスティプラ、ホエアエバーユーアーという文句がしばしば使われ、 また、訓練中の励ましの言葉としても、チェスティプーラネバークイットという文句が使われるという。海兵隊の新兵訓練やオシエスでは、ミリタリー・ケイデンスとして、イット・アズ、グッド・フォー・チェスティプーラ、アンド・イッツ、グッド・イナフ・フォー・ミー、ケル・チェスティプーラ、アイ・ディド・マイ・ベストという言葉が歌われる。新兵の訓練下にも、チェスティ・プーラ・アズ、エー・グッド・マリーン・アンド、 エグッドマリー r ンワズヒーというものがある。こうした歌の中では、チェスティプラーは海兵隊員の団結心の象徴として登場する。訓練の一環として行われる懸垂では、ドゥアンフォーチェスティという掛け声が使われる。生前のプラーは海兵隊における労働環境の改善にも取り組んでいたため、多くの歌詞官兵に愛されていた。プラーはまた、より優れた装備や、 規律の導入も試みていた。彼は、決令に対する懲罰として、部下の可視官に百回の敬礼を命じた将位に出会った、時、その将位に対して、次のように言った。君が彼に百回の敬礼を命じたことは実に、正しいよ、将位。だがね、敬礼を受けた将校は必ず投礼しなければならない、ことも君は知っているはずだ。さあ、彼に投礼したまえ。 私が数えてやろう。ハワイ勤務時の武器点検の折、誤って屋内で45口径ピストルを暴発させる事故が起こった際、彼は自ら1 0 0ドルの罰金を課したが、部下の罰金は20ドルのみだった。ありがとうございます。